夢に駆られた釣り人は終わりのない旅路をたどる夢追い人の釣りの旅。東京湾奥が雪国のようだ。1月中旬、爆弾低気圧が去った翌日、千葉県市川市の海を一人のアングラーが訪れた。岩手県に在住する沖釣り師、菅原司さんだ。人呼んでカレイハンター。多様な誘いのパターンを持ち、東北のカレイ釣り大会では常に上位に名を連ねるテクニシャンだ。ここね、東京湾、なんかでかいサイズのマコガレイがまだ釣れてるっていう話だったので、いや、そりゃぜひ釣んなきゃなと思いまして今日やってきました。あとね、ちょっと欲張ってもう一品、外房の方ですね、の方で今寒ビラメ、盛んに釣れてます。で、あの釣り方は全く違うんだけれども、その2種類今日は制覇したいなと思ってやってきました。うわー、あれきゃー、よっしゃー、遠くではまずこういうのってありえない。カレイのスペシャリストが同じフラット系のヒラメに挑む。いがったっすー、ほんと嬉しい。菅原さん、初めての関東遠征長考、沖釣りの本場を存分に楽しんでもらおう。まずは東京湾のカレイ釣り。この辺りではすでに産卵が終わり、荒食いの時期に入っているので、オスメスともにマズメ時ではなく昼間によく釣れるシーズンだという。はい、ありがとうございます。じゃあお世話になります、はい、よろしくお願いします。よし、はい、江戸川放水路は干潟と貝類という天然のろ過層の働きで海水が浄化され、小魚の生育に適した場所。ハゼ釣りでも有名だ。カレイ釣りの場合、沖へ出る大きな船に乗り換える。初の東京湾に期待と不安でいっぱいの菅原さん。なんかやっぱ誘いしてないみたいなんですよね。こうちょっと投げて、あと少し誘いをかけて、あと置いてる感じなんですね。沖竿の釣りですね、こっちの釣り方って。なんで、いつも東北でやってる感じの釣りのスタイルで攻めてみながら、ちょっと状況見ながら試してみたいと思います。あ、これはですね、いつも東北で、うちのホームグラウンドでいつも使ってる仕掛けですね。直結タイプなんで当たりも明確に出るし、こういう感じの仕掛けになってるんですけど、でね、今日は一番後ろにはね、こうやってガン玉がついてる。動かないよう重りで落ち着かせる針は、低活性時や大物狙いに効果てきめん。はい、ただいま修正しました。お願いします。川出るまでね、徐行してまいりますんでね。東北のスタイルがここでも通用するのか、いざ出船。目に入る景色全てが新鮮そのもの。初めての東京湾に菅原さんの心は弾んでいた。あ、東京湾初めてですね。うちの地域って海苔の窃盗とかね、そういうのもないんですよね。なんでやっぱ見るものを見るもので、やっぱね、すごい新鮮味があって、やっぱこういうのって釣り人じゃないとね、わからないと思うんですよ。やっぱこういうのはね、船に乗ってこうやってロケーション見るのだけでもね、だいぶ違うと思うんですよね。ひとしきり東京湾のクルーズを楽しみ、15分ほどでポイントに到着。ここで東北とのスタイルの違いが現れた。アンカーって釣るんだ、これ初めて見たよ。ね、うちの方はなんだろう、イカ釣りとかそういう時はアンカー打って釣るんですけど、こっちはなんかこうアンカーで止めて釣るんですね。あ、これもまた初めて。はあ、でかいカレイを釣りたいと思ってんで、やっぱ餌はね、かなりボリュームつけて自分は餌付けしてます。
でこのね餌つけでやっぱ魚釣れる釣れないってかなり出てくると思うんで、ここだけね気をつけながら餌つけはやってますね。水深は7メートルから10メートル程度。これもいつもとは勝手が違う。わさ、あ、砂だね。これが重りをこうパタンパタンと、でたまにふわっと浮かせて、それがその時のあのリズムで、今の時期のカレーって割と水温が下がってんでだいぶ鈍くはなってるとは思うんだけど、大きいカレーはねやっぱある程度体力あるんで食ってくるはずなんで。大しけの後で水温が下がっているのか、今のところ当たりなし。寒さが余計に身に染みる。そこに船長から差し入れ。あ、カップ麺できました。どうぞ。はい、はい、あ、これ今、お水入ったばかりなんで、はい、あと 2,3 分、はい、わかりました。箸飛ばされないように気をつけてください。はい、すいません、ありがとうございます。いや、こういうのもありなんだ。いや、初めてだ。あー、あったまるな、これ。いや、いくらね、うち東北人って言ったってやっぱ寒いものは寒いんですよ、やっぱ。うん、うめ。あったかいカップラーメンでやる気をチャージ。ここ数日の傾向だとそろそろ期待が持てる頃だ。なんか生態反応ありだね、今のはね。待ちに待った当たり、集中するとすぐだった。おいおい、お、これだ、これこれこれ、おい、来た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 、おい、抜きまーす。おい、おい、来ました来ました。やったね船長。よかった。上張りに食ってきましたよ、これ。やっぱ動くものに対してやっぱりカレーっていうのは寄ってくるんですよ。だからやっぱ東北の釣りもあのこっちでは十二分に通用することができます。これオスのカレーなんですけど、あのね、メスだとこの辺までねぎっちりあの卵入るんですよね。そうするともうほとんどなんだ、胃袋がね圧迫されて口使えないんで、あの本当に釣るのは難しいカレーなんです。でもね、まず今日1枚釣れたんで本当に言うことないです。そして夕方、渋い状況でも最後まで諦めずに粘っていると、うわー、あれ来た。よっしゃ、なんか調子に乗ってきたぞ。ほら、あれ、まただ。はい、続いて第2弾。っていうかね、今の時期このぐらいマコガレね釣れるのってねまずないんですよ。あの東北ではまずこういうのってありえない。結構今日の釣りはあの地元のあの春先のあのなんだろう、竿先には当たり出ないんですよ。ただ誘ってる間に。ん、なんだってあのモワモワ感って言うとあのなんだそれって言われるんですけど、ゴミがついたのかなって思うような感じなんです。重り以上に竿に負荷がかかってんですよね。であれ、これ魚ついてんのかなって思ってこう軽くふっと上げた くらいにするとククッとくるんですよ。それがね意外にその通好みの釣りなんすよね。大きいのは40センチ以上も出ますよ、メスのカレーは。で、今1月のもう中旬になりますけど、こう下旬から2月の上旬かけるとね、もうカレーも身がだんだん厚くなってきて、こう元気なカレーが釣れるようになってきますね。カレーハンターの面目躍如、いじれ出した2枚に満足し、明日の釣りに臨む。カレー釣りを楽しんだ翌日、菅原さんはヒラメの本場千葉県外房の大原港にやってきた。ところが低気圧の影響で海は大しけ。
船が出せるはずもないので港の周りを散策することにした。いや、やっぱ本場のね場所なんで、やっぱ船っていきなりでっかいっすね。うちのあたりの船とはね、やっぱ大きさと長さが全然違いますね。予約した船宿長福丸は創業から3代続く大原の老舗だ。まずは船長にご挨拶を。ぜひともヒラメ釣ってみたいんですよ。なんかこれが一番大事なコツっていうのは何かないんですかね。コツ、まあ横流しでやるんで、うん、結構餌の付け方が重要かなっていうのは、はい、餌付けですね。なんで餌付けそんなに大切なんですか。変なところにかかっちゃうと船横流してくるんで、イワシ引っ張られるような感じになるんで、はははつけ方悪いとこうやって回ってたりしちゃうんですね。あ、ローリングするんですしちゃって、つけ方が悪いと。うん、ちゃんとついてればこう泳ぎながらついてくるんで、はい、ああなるほどね。カレー釣りやってると、あの重りがね、いつもあのそこにですかついてないと、なんかすごい気分的になんかそわそわしちゃうんですけど、やっぱ棚は切らなきゃダメなんですね。まあその日のパターン、それもパターンです。ベタで食う時もあるし、ちょっと浮かさなきゃ当たりが出ないようなところもある、はいはい、ああその時はそれ相応に対応してもらって。はい、わかりました。はい、釣行の大きな目的だけに気になる最近の釣果。今シーズンの外房ヒラメは好調で、7キロオーバーの座布団サイズを筆頭に3キロ超えも続出する大フィーバーの状態らしい。船が出せることを願う。翌朝5時、沖の様子が気になる。昨日なんかだいぶ荒れたらしいんですけど、今日波の方どうなったんですかね。今日波ですかね。昨日よりは波出てる。あ、波大丈夫だ、うん、目指せ何キロですか。何キロにしときます。3にしときます。3にしときますか。はい、じゃあよろしくお願いします。いや、カレーとは全然勝手が違くて、かなり自分も戸惑ってんですけど、まず最初に長いっすね、このロッド自体が。カレーの時はね、本当は短い竿で釣るんですけど、ヒラメの時また丸っきり違くて、今度長いタイプの竿を使います。船長の心配は波よりも、しけで海底が揉まれて潮が濁る底荒れだった。しかし沖に出てみると、思いのほか濁りもなく、釣りに支障はなさそう。ヒラメ釣りは初心者、大事な餌付けは船長に聞こう。じゃあ船長すみません、はい、餌付けの方からちょっと教えてもらいたいんですけど、はい、選んだとこちょっとつかむような感じで、はい、口の中、いろんなパターンあるんですけど、これはこれです、はい、口の中からこの目と目の真ん中のちょっと硬いところがあるんで、そこを刺すような感じで、はい、ここはこの辺サクッとですね。あ、了解です。はい、はい、できるだけだから濡れた手で鱗剥がさないの意識で、はい、素早くやったんですよね。は、汗はい、それでよ。ここがカレー釣りと全く違うんだよね。そこからいくらかこう浮かせて、寒かったから竿先に全神経を集めて初当たりを待つ菅原さんと、船長の視線が友のお客さんへ注がれる。いいなあ、あ平らだ平ら平ら。釣れた。俺も釣りてぇ。好調を裏付ける開始早々のヒラメ、羨ましい。始まったばっかりだから焦ってんだけどね、結構ね。お、ちゃきゃちゃきゃ、ここ当たった当たった当たった。なんかさ、カレーの時ってこれの時もうすぐ合わせちゃうんだよね。ちょっとヒラメ40っていうかね、ちょっと待ちましょう、よく食い込ませて。ちょっと待ってね、この角度の方がいいでしょ。ほらほらほら、これガーンと来てる、来ちゃうけど、まだ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 、あー
やっちまった、しまったよ。こういう感じですね。目を割と隠してやるとイワシってそんなに暴れないようなんで、こうやって硬いとこって言ったね。で、こうですね、こんな感じで、こう、じゃあよいしょ、オーパー。手がいい時は一発目の当たりでゴーンって入っちゃうんで、食い込んだタイミングで合わせて、あんま待ちすぎても今度出しちゃったりするんです。ああ、はい、ちょこ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 グググググって入ってた時にはスーッと、グッと入った時にはそう、はい、いや、やっぱ全然カレー釣りと違うからね、一気にチャチャーンってきてなんかこの引きつつのは、この当たりの取り方っつのはヒラメの一番面白いところなんですね。まあ良かったですけど、タイミングはタイミングは良かったんだけど、まあそういう時もあるんですよ。外房フィーバー中につき心配無用、すぐに次が来る。合わせて、結構今のタイミングでまだ当たると思います。今の時大丈夫？かじられちゃった。ヒラメ近くなってきたね。確かに。だが慣れないと合わせのタイミングが難しい。もうちょい来い。俺流してますよ。よし、入れ入れ、じれてら。ちっちゃいですかね、魚が。ちっちゃいよ、食い込まないです。なんかこの待ってるね、この当たり来てから待ってる時ってすげえドキドキすっちゃね、これ。こういう時はちょっとテンションかけて、あ、なんかちっちゃいけど、なんかかかってる。ちっちゃいけど、ちっちゃい。あ、白いのは見えてきたよ、これ。ああ、うわあ、すごい。よくかかりましたね。放流サイズ。まあ、放流サイズだけんと。大原初の一匹目。ちょっと放流サイズです。でも嬉しいね、これ。皮一枚。針はイワシヒラメ。ここ。ファーストも一匹目がなんて小さいんだろう。みんな大きいのっつってのに、ね、よし、ちょっとでも魚がいるっつことでまず燃えてきちゃうんで2枚目行きましょう。目標が3キロとはいえひとまず安心。餌取り混じりだが当たりは多いので集中力は保てる。ここでまたヒット。来たぞサイズアップは間違いない。サイズアップだおお、やっぱ浅いから引くもんね。そうです。おお、なんだ？ああ、マトウダイ。マトウダイ。この魚はね、地元にもいることはいるんですけど、夏限定ですね。なかなかお目にすることはないです。反対側のお客さんにもヒット。船内が連発モードに沸く。来たよ、来たみたいです。来たよ、さっきよりいいよあれ、お、あまたまたマトウダイです。あれどうしちゃったの。2つ食ったじゃん、あんたにマトウダイ。まあそういう時もあんの。この時期の外房にしては穏やかでうねりが小さく、その分当たりも取りやすいはずだが、
ヒラメ2枚目だよ。慣れない釣りは承知だが、発声の良さを生かしきれないのが悔しい。この釣りの醍醐味は食い込みを待っている間のドキドキ感、そして合わせの瞬間、竿先に集中していると、きたー、これー、待ったよー、やだ、おっしゃー、待てやる、あれ、じゃあ待てよ、常に、はい、へい、大丈夫、やっとの思い出来ました、やったあとはもう今日3キロって言ってた目標が、もうちょっとでかいの狙ってみます。嬉しい1キロサイズ、ようやくコツもつかめてきたか。今日の針は、イワシヒラメ使ってます。ですね、こう一番硬いところここなんですけれども、ここにスッとこう入ってですね、イワシが弱りにくい、そういう設計になってます。生き餌のイワシを弱らせないことがこの釣りで当たりを持続させる重要なポイント。もうちょい色なんですよ、入れ、よし、もう少し、もう少し、うわ、やべ、やばい、一匹か、よし、置くと、いい感じかも、もう一つ、第二つ、いや、大丈夫、かけたのは逃がさない、もう、お、硬い、良さそう、これはいいかもしんない、上がってこねえ、お、3キロになったかな、これ宣言通りか、3キロになったかな、船長ひらめならなんかすげえ、おお、なんだ、ちょっとマトウダイじゃない、あ、マトウじゃないでしょ、見えるでしょ、おお、来た、もっと巻いて、もっと巻いて、もう頭してくれ、イエーイ、よっしゃー、わっし、あー、ありがとうございます、いやー、ありがとう、本当にわっしゃレコードだよ、レコード、俺こんなの釣ったことねえよ、これ今までのあの散々なあれは帳消しだね、今日ありがたっす、ほんと嬉しい、合格バッチリです、今日一番のサイズなんで、ついに出た3キロクラス、見事目標達成、餌付けから合わせまで苦労しながらものにした一枚だ、そして連発、よっしゃー、後ろどのくらいだった、底辺だ、底辺だ、来たよ、これなんかまたいいんじゃねえの、これ、あー、上がってこねえ、重い、はい、ありがとうございます、あー、よし、絶好調の台東大原沖、今日はまさにそれを実証する釣果となった。東北のカレーハンターはすっかりこの釣りが気に入ったようだ。よっしゃ、ハハハハ。
いやーこういうのバンバン釣れるもうやめらんねえねこれ。もう最高。帰りたくなくなってしまいました。初めての関東の海に戸惑った。周りに煽られもした。でも今日一の大物を引き抜く。さすがだ。この兆候はきっと新たな菅原さんの始まりになることだろう。